始祖鳥の化石のレプリカを見てます。ここが、ね、脊椎の部分ですね。で、これが頭なんですけども、ちょっと背骨になっちゃってるんですけど、目の部分とこのくちばしのところですね、この口のところに歯の痕跡が見られますね。ここで反対側行くと、まあ、ここが背骨の部分になるんですけども、ここがですね、鍵爪のようになっていて、まあ、ここの部分と、まあ、先ほどの歯の部分ですね、まあ、現在の鳥と共通する形態だということになるかと思います。